こんにちは、デキハナの古谷です。今日はこちら、帰郷ですね。帰郷のお話をしていきたいと思います。帰郷ってね、2種類あって、このね、今日持ってきたのが Y 性の帰郷。 Y 性っていうのは背が高くならないタイプです。それともう一つが、まあ一般的な帰郷ですね、ぎゅーっと背が伸びるタイプの帰郷で、Y 性の帰郷の方が、まあお値段的にもちょっと高くて、一般的な帰郷の方が、値段的には安いというような形です。で、この帰郷なんですけどね、まあ日本まあ、固有ではないけども昔からある宿根草で、暑さにも強いし寒さにも強いし、まあ非常に管理しやすいんですよね。でさらに言うと、初夏から秋までずっと花を咲かせてくれるので、まあ夏中花が楽しめるという、そういった、すごくですね、毎年咲いてくれるんで、めちゃくちゃ楽しい植物の一つなんです。で、まあ僕もね、帰郷すごい大好きで、今日買ってきたのはね、この花、よく見てもらえるとわかると思うんですけど、八重咲きなんですね。地味ですけど八重なんですね。まあね、帰郷っていうと、一重の紫のものが、まあ一般的だとは思うんですが、最近はね、この八重咲きの白、紫、それからピンクなんかもあって、バリエーションもね、そこそこ広がってきたかなという感じです。まあお好きな色をチョイスして、買っていただければなっていうふうに思うんですけども、まあこの帰郷なんですけども、まあ病気なんかもあるんでね、その病気の防ぎ方であったりとか、毎年もりもり咲かせていくような方法っていうのを今日は、詳しくお話をしていきたいなというふうに思います。流れ的には結構盛りだくさんになっちゃいまして、まあなるべく尺は短めにしていきたいと思うんですけども、まず株選び、そして植え付け場所、植え付け方、土選び、水やり、そして肥料、切り戻し、植え替え、株分け、病害虫と、もうフルラインナップでお届けしたいと思います。では、行ってみましょう。まず株選びですけども、この株元の葉っぱがしっかりしているものを選んでいただけるといいと思います。で、この株元の葉っぱなんですけども、これ多分ね、入荷してすぐなんですよ。すごい綺麗なんですね。なので生産者さんのハウスの中で育ったものってのはやっぱ綺麗なんですけども、まあ、売店に、長く、いてしまう、まあ、置かれてしまう、お留守番なんてよく言われますけども、お留守番しているものだと、水のあげ方のタイミングとかがいまいちだったりすると、下の方がですね、葉っぱがこう灰色になって、溶けてきたりとかするものがあります。そういったものを選ばないようにしてください。お勤め品になっていてね、株元が、溶けてるものってのは病気なので、それは買ってしまうとうまく、まあ、治療させるのもなかなか大変なので、いい株選んでいただければと思います。そして植え付ける場所なんですけども、これはお家の東向きから南向きの場所で、西日はあんまり好きではありません。いわゆるね、山野草の部類には入ってくるんですけども、暑さにも強くて寒さにも強いタイプなので、比較的日向のお花なんですね。なんですけども、まあ群れにちょっと弱かったりとかっていう一面があるので、そのあたり土のコントロールで、なんとかできますので、その辺でお話ししていきたいと思います。では早速今日も行ってみましょう。根っこチェック行ってみましょう。帰郷は宿根草なので、比較的根っこが張るタイプのお花です。で、抜いてみてね、どんな感じになってるかなっていうのが楽しみなんですけど、どうかな。あ、いい根っこが張ってますね。はい、ということでいい根っこです。白くてね、綺麗な根っこが張ってます。土もいいですね。水はけのいい、すごくふかふかな土を使ってくれているので、非常にいい生産者さんの品物なんじゃないかなっていうふうに思います。で、この帰郷なんですけども、秋になるとね、根っこだけで売ってたりもするんですよ。で、ごぼう根って言って、太い根っこの、まあ、地下茎なんですよね。これ芍薬なんかと同じです。地下茎で増えていく植物なんです。なので、庭植えしてもいいし鉢植えでもいいんですけども、
植えた後に地下茎がこう横に伸びていって、そこからぴょんぽこぴょんぽこ生えてくるので、庭植えするとねこう広がります。なので桔梗好きな方は庭にねいくつか植えていただいて、どんどん増やしていただいて群生させると楽しいですよね。で、鉢植えの方はこれはちょっと植え替えのところでもお話ししますけど、植え替えのタイミングがあるので、そのタイミングで綺麗に植え替えをしていただければと思います。でね、今日は成熟した株ではないので、株分けのところでねお話しする内容なんですけども、実際に実演したかったんですが、ごぼうね、がちょっとしかまだないので株分けのお話ができるんですけども、まあ口頭だけになっちゃうんですいません、そこは許してください。で、土選びなんですけども、水はけのいい土を使います。鉢植えだったら、まあ赤玉7腐葉土3みたいなね、そういった水はけのいい土で、一般的な培養土であれば、うちであるこのスクラム培養土とか、あとはホームセンターさんなんかで売っている培養土でも20リッターで1000円以上っていうちょっと高いタイプで、植えていただけると水はけもいいし、非常に助かるんじゃないかなっていうふうに思います。で、うちのスクラム培養土なんですが、ちょっとね長期欠品になる予定です。雑だ、これちょっと余談なんですけど、日本でね販売が終わってしまいました。仕入れしてたんですけど、なので、アメリカの方からですね、直接輸入できないかどうかっていう、今、交渉進めてるので、この動画が公開される頃には、ちょっともう完売しちゃってるかなっていうふうに思いますので、秋以降かな、入ってくるのは、それぐらいの時期にまた再販しますので、ファンの方は少し待っていてください。はい。で、土ね、いい土を使っていただきたいっていうのと、あと、植え込んだ後、水やりですね。まずね、ちょっと植え方のお話をちょっとやっていきます。植え付ける、タイミングっていうのは、すいませんね、話が前後しちゃって。植え付けるタイミングは、実は2月から3月の、芽がね、ちょこっと出た状態で植え付けるのがベストなんですよ。ただ、この開花株が売ってるっていうのが、どうしても初夏になってしまうので、初夏の植え付けでも大丈夫です。で、植え付ける際に気をつけていただきたいのが、土をこう鉢にこう入れるじゃないですか。で、その時に庭植えでも一緒なんですけども、土を捨てずに済むよ、このね堆肥をね入れてってほしいんですよ。堆肥、これですね、土を捨てずに済むよって言います。で、この堆肥を入れることによって土が豊かにですね、栄養素が満点になってくれるので、宿根草っていうのはですね、後付けで堆肥を入れていったりっていうことができないんですね。掘り上げたりしないので土壌改良ができないんですよ。なので最初からいい土の状態になるようにっていうことをやっていっていただければなっていうふうに思います。で、このスムーヨなんですけども、一番最初は50倍ぐらいに薄めてしっとり締めるぐらい与える。で、それ以降に関しては、まあ液体なんで流れていってしまいますからね、月に2回ぐらいで結構です。100倍に薄めて与え続けていくと、ずっと栄養を供給することができます。肥料とは違います。堆肥ですね。堆肥っていう部類に入ってきます。で、肥料に関してはまた別口でお話しします。で、水やりなんですけども、植え込んだ後ですね、まあ植え込みはねこれね、まあ8号鉢に3株ぐらいでいいと思います。鉢植えの場合は、地植えの場合はもう好きに植えてもらって結構です。で、水やりに関しては、まあちゃんと乾いたらたっぷり与えるっていうのが一番ベストです。で、庭植えの注意点なんですけども、この暑いさなかに植え付けます。特にですね、夏に植え付けちゃう方なんかもいらっしゃると思うんですけども、植えた後にですね、このぐったりしちゃうっていう症状が出ることが多いんですよ。まあ植え付ける際はこれ根っこをね、軽くほぐします。いつものこの根っこピリピリをやっていただくんですけど、で、この状態で、植えるじゃないですか。で、植えるとね、何が起きるかというと、一回植えて水ジャーってたっぷりあげます。たっぷりあげるんだけども、根から吸い上げる、これね植え付けって大手術なので、根を切るわけですから大手術なんですね。で、大手術した後なので、強い日差しが当たっちゃうと根っこから吸い上げる水分の量が間に合わなくて、こうねベターっとこうグターってなっちゃうんですよ。で、このグターってならないように、鉢植えの場合には日陰にね、2週間ぐらい養生して置いとくとか、それをやるんですけども、庭植えの場合には日向にそのまま植えるので、グッターがどうしても避けられない可能性が高いです。で、その時に役立ってくれるのが、これね僕も大好きなんですけど、激力剤、こちらです。で、この激力剤なんですけども、水揚げ促進をしてくれる
活力剤なので、これをですね水やりの時に一緒にたっぷりあげていただけると、しっかりと水を吸ってパキって、シャキってなってくれます。で、まあ使ってる方なんかはもう多いと思うんで、そういう活用の仕方していただければいいと思いますし、まだ使ったことないっていう方は、ぜひ使ってみていただけたらいいかなっていうふうに思います。この激力剤ね、植え付けの時にセットで使うと非常に効果高いので、寄せ植えの時なんかも同じように僕は使っていますので、いきなり日向に出しても全然 OK っていうね、そこが非常に楽なところかなっていうふうに思います。で、まあ水やりね、しばらくは植え込んだ後、鉢植えの場合なんか植え込んだ後全然土乾かないなんていう状態になると思います。特に梅雨時なんかは全然乾かないしね、根っこが張ってないと乾いてこないんであげれないんですよ。で、鉢をねこう持ち上げていただいて、鉢が軽くなってから与えるようにしてください。鉢が重い状態の時にはまだまだ土が入っちゃってるんで、ごめんなさい、水が入っちゃってるんで与えられないんですね。そこでどん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 与えていってしまうと根腐れをしてしまいます。で、庭植えの場合には一回水をたっぷりと植え付けの時に与えたら、あとはもう一切水あけなくても全然大丈夫なので、安心してください。で、特にこう梅雨時に植えた場合、雨がずーっと降ったりなんかして根腐れを助長してしまう可能性があります。で、根腐れ防止としてもこれ使えるので、激力剤、定期的にちょっとあげる、これはね毎日与えても全然問題ないので、希釈倍率があって2リッターのペットボトルに対して10滴っていう、もう本当にちょっとでいいので、与えていただく、それだけで根腐れも防止できるのでいいと思います。で、肥料なんですけど、植え付ける際にね、元肥を入れていただいて、そこから植え付けるんですけども、まあこの2月のね植え付け方とはちょっと違う話をします。僕の場合はこの初夏に買ってきた場合の植え付け方ですけども、まず元肥ですね、これプロが使う基本肥料、こちらです。こちらで、これをですね、鉢の中に土入れて、8号なんでティースプーン3杯ぐらいを、土にですね入れていただいて、シャカシャカと混ぜていただきます。まんべんなく混ぜていただければ OK です。で、この肥料を3個置いて間を土で埋めていくっていうだけの話、すごい簡単です。で、自分の場合にも植え込む場所にですねパラ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 と撒いていただいて、こうワサ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 とやっていただいて、で、そのまま植え付けていただくっていう感じですかね。で、その時の土なんですけども、先ほど土選びのところでもお話ししました通り、地植えの土であれば腐葉土とか、混ぜていただいて水はけよくしといてください。お庭の土って硬いんで水はけ悪かったりするんですよ。水はけっていうのは土の粒子の細かさによって違います。粒子が粗くなれば水はけが良くなって、粒子が細かくなると水はけが悪くなるんですね。で、水はけが悪いと病気になりやすくなってしまって水が抜けないので、水が抜けるように、腐葉土なんかを入れていただいて、わさわさと混ぜていただくというのが一番ベストかなっていうふうに思います。で、追肥なんですけども、肥料の話戻しますね。追肥なんですけども、植え付けた後、2週間日陰で養生した後に、さらにティースプーン3杯のこのプロが使う基本肥料を与えるだけ。で、これ1回与えると4ヶ月効くので、6月に植えた場合には10月まで効きますよね。6、7、8、9、9月いっぱい、10月ぐらいまで、効きます。なので、1回与えれば1シーズン、花をずっと咲かせ続けることができるので、そのような与え方で結構だと思います。液肥をね、与えて花を無理やりこう上げようっていうことをしない方が、比較的、じっくり効いていただいて、咲いてくれるんじゃないかなっていうふうに思います。で、一番花が咲き終わった後なんですけども、切り戻しの作業をするんですね。これ、Y 製の気境とはいえ、この大きさのまま変わんないわけじゃないですから、ここから少し伸びてきます。伸びてくるので上3分の1ぐらいをカット、もしくはこの花の付け根ありますよね、ここの花首が伸びてくるので、この花首が伸びたところをそのままカットしていただいて葉っぱを残していただければ OK です。そうするとまた次々ね、こういう風にこれちっちゃい花芽なんですけど、こういうのがたくさん上がってきます。で、これは肥料が効いてればずっと継続するんですけど、肥料をあげずにやってしまうと、庭植えの場合でも鉢植えの場合でも肥料を与えていないとか、元肥入れ忘れたとか、水はけが悪いとかっていうことになると、次の花が上がりづらくなってしまうので、必ず土は腐葉土を入れて耕して、土を捨てずにスムーを入れて肥沃な状態にする。
で鉢植えの場合に関しては元肥を入れて、水はけのいい土を使って追肥をする。これをしっかりと守っていただければ、きっちりと花芽が上がってくるようになります。連続的に開花してくれて休むことがなくなります。はい、で植え替えですかね。植え替えの話なんですけど、鉢植えの場合には根が詰まってたら植え替えます。で地植えの場合には植え替えない。もう本当にそれだけですね。で根が詰まってるかどうかの判断は、鉢を持ち上げて下から覗いた時に根っこがもうぐるぐるになってるかどうか、あとは土の表面に根っこが上がってきてるかどうかっていうところで見ていきます。そしたら鉢を一回りか二回り大きくしていただいて、8号だったら10号の鉢に植え替える。でその植え替えをやるタイミングっていうのが2月から3月ぐらいです。その時期に植え替えをしてください。なので暑い時期に植え替えちゃうとまたぐったりしちゃったりするので、寒い時期にやっていただくっていうのが、基本ですね。でこれ宿根草なんで、根っこがしっかりと張っていますから、ガバッてそのまま抜いていただいて、ちょっと根っこをほぐしていただいて植え替えっていうのがベストですね。で、次に株分けなんですけども、株分けはこれね、2年とか3年とか同じ鉢で育てていると、鉢植えの場合でもこのごぼう根がですねぎゅーっと伸びてくるんですね。太い、主根と言われるようなごぼうみたいな根っこが生えてくるんですよ。でそれがこういろいろと広がっていって、一箇所から生えるんじゃなくていろんなところから生えていきますから、それをですね株自体を割っていただく、ハサミでジョキ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 って切っていただいて結構です。で、そのごぼう根だけ、ごぼう根と上の芽が一個つながってれば OK です。なのでこれね、上がね全部冬場枯れるんですけど、枯れた後2月3月に芽が上がってくるんですけど、いくつ芽が上がってくるかを見てください。例えば3つ芽が上がってたら3つに分けることができるんですよ。芽ごとに切っていただいて、ごぼう根が3本以上生えてますから、1個の芽に対してごぼう根が2本こう来てるとかっていうのはありますから、そこを切っていただいて1個ずつの鉢に分けていただくっていうことも OK ですし、増えすぎて困ったって言ったら、まあそれね、ごぼう根のやつをメルカリに出したりヤフオクに出したりっていうことも可能なんで。ただねこれパテントついてたらアウトなんですけど、多分これついてないと思うんだよな。これ多分ね大丈夫ですね、売っても OK なやつです。増やして売っても OK なんで、副業したい方はそれをやっていただければと思います。株分け、そんな風にやっていただけるといいかなっていうふうに思いますね。で、株分けね、初心者の方は今の話だけではやってみないと分かんないとか、いろいろ障壁出てくると思うんですよね。でその場合にはもうとにかく自分でやってみて、失敗して、うまくいってっていう成功体験を積み上げたり、失敗体験を積み上げたりして練習していただければなっていうふうに思います。で最後に病害虫なんですけども、まずアブラムシ、ヨトウムシ、このね2つがねつきやすいです。アブラムシとヨトウムシがつきやすいです。でこれをやっぱり定期的に予防する必要があるんですね。でアブラムシはもう本当に真夏でも環境がいいとつくし、ヨトウムシは秋に大発生したりとかするんですね。でヨトウムシっていうのはヨトウムシになった状態だと農薬ぶっかけないとやっぱりなかなか死んでくれないんですよ。で卵を産ませないようにする、虫を寄せつけないようにする。ただ矛盾してるのが、花っていうのは咲くことによって何をやろうかって言ったら、咲いて虫を寄せて受粉してもらって種を作りたいから花を咲かしてるわけですよ。でそこに虫を寄せつけないようにしたいっていう矛盾点があるので、それをなんとかしたいので、これですね、劇の一吹き、こちらです。劇の一吹きです。これ木作液なんですけど 100% 天然成分で、ニームっていうね、虫除け作用の強い植物の絞りカスだったりとか、酵素って言って虫のがつき始めの初期症状を緩和するようなものっていうのが入っています。でこれを2倍とか3倍に薄めていただいて、定期的にシュッ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 ってかけていただければ虫が寄ってこないので、ちょっとねバーベキューっぽい匂いがするんですけど、炭を使った木作液なんでちょっとね焦げ臭いんですよ。それをね週に1回とかシュッ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 撒くだけで全然 OK です。それやっていただければ虫除けがきちんとできます。でもついちゃったらしょうがないから、これ芋ころ、芋ころです。でこれでやってください。これねヨトウムシには効かないです。だからヨトウムシには効かないです。アブラムシは大丈夫、アブラムシには、非常にいいかなっていうふうに思います。これもね 100% 天然成分で、パパイヤの酵素を使っています。まあ、酵素でねビリビリっとさせて、やっつけていくみたいなものなので、ね農薬じゃないんでね、はっきりとした効果効能を歌うことができないんですよ。
歌うことができないので、こんな曖昧な言い方になってますけど、意外と僕愛用してますんで、こういったものを使っていただくと、お庭にワンちゃんとかね、あとお子さんがいらっしゃっても農薬撒くわけじゃないので、手についてもね大丈夫なんで、目に入ったらちょっとまずいですけど、手についても大丈夫なんで、こういったものを使っていただければいいかなというふうに思います。で、病気の方なんですけども、立ち枯れ病、それから茎腐れ病っていうのがあります。立ち枯れ病と茎腐れ病、茎が腐れる病気、まあ、腐っちゃう、トロトロに溶けてきちゃうんですね。で、これなんで起きるかというと、土の水はけが悪いと過湿になってしまって起きてしまうという病気にかかるっていう。だから土が悪いと病気にかかりやすくなっちゃうんですよ。なので使い回しの土とかもう絶対やめていただいて、いい土基本的には使ってください。で、一番お金をかけてほしいのは土です。で、このね、桔梗自体は200円とかそこらで買えるものなので、もう本当安いじゃないですか。だから土に2000円、3000円ってかけていただいた方が絶対に後々、いい結果が生まれてくるので、土にお金をかけるようにしていただけると桔梗がうまくもりもりと咲いてくれるっていうような感じですかね。で、ここまでのお話の中で分からなかった点とか、もうちょっと深掘りして聞いてみたい点とかってありましたら、ぜひですね、僕の方に LINE で直接メッセージを送ってください。登録簡単、概要欄のところにリンクが貼ってありますんで、リンクポチッと押していただけると登録完了です。そこからメッセージが送れるようになりますので、活用してみてください。あと、この動画見ていただいて面白かったとか、役に立ったっていうことであれば、ぜひ高評価のグッドマーク押していただけるととても嬉しいです。僕のモチベーションも上がりますので、動画撮るのが楽しくなってきます。あとですね、僕らもね、このような形で植物にフォーカスした育て方っていうのを毎日こうやって公開してるんですけども、これから園芸始めるとか、園芸上手になりたいとか、園芸もっと詳しくなりたいっていう方は、ぜひチャンネル登録していただけるとお役に立てるかと思います。毎日ですね、新着の動画のお知らせも届きますし、過去の動画も見やすくなってきますので、トップページのところにこう出やすくなりますんでね、なので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この桔梗ね、本当にちょっと涼しげで、素敵な花なので、ぜひ楽しんじゃってください。